振り返っていきましょう。育成から這い上がってきた両投手の投げ合いということになりました。東晃平バファローズ、その立ち上がりです。清宮を空振り三振、そして杉谷にはセンター前ヒットを許します。その後ツーアウトランナー一塁二塁とされて、打席に長は捉えられた当たりはレフト方向スタンドフェンス直撃という形になりました。この、ね、1点で本当に逆に言えば1点で済んだというところで、1点取られましたが、その後はアルカンタラを空振り三振、最少失点でしのいだという形の東です。一方プロ2勝目を目指したこの田中瑛斗、ツーアウトランナー二塁から吉田正尚、東も見つめる中打球は伸びて逆転のツーランホームラン、2対1としました。さらに満塁となってマッカーシー、さらに追加点を挙げたいバファローズでしたが、ここは田中踏ん張った形、ヒヤッとする当たりにはなりましたが、2対1のままゲームは3回に入ります。先発アジマ、ワンアウトランナー1塁からヌニエスの当たり、これはサードフライ、そして古川セカンドゴロ、1回に失点は許すんですが、その後立ち直りの兆しを見せます。4回郡にツーベースヒットを浴びるんですが、1塁のアルカンタラホームを狙います。バファローズの見事な中継プレーでタッチアウト、同点には。完璧な中継プレーでしたね。追いつかせないという守りでした。そして中盤の5回です。ツーアウトランナー3塁から初勝利の権利がかかるこのイニング、ヌニエスをショートフライに打ち取って勝ち投手の権利を手にします。6回も東、古川に対してセカンドゴロに打ち取ったところ、ここで東降板、継投に入るバファローズです。プロ5年目2試合目の登板で掴んだプロ初勝利の権利、その後を受けたのは比嘉、今川をセンターフライ、アルカンタラをセカンドランナーに打ち取って、比嘉しっかりと東の後を受けます。2対11点リードのバファローズ、今度は近藤、中島セカンドゴロ、一塁でアウト、そして清宮を空振り三振、近藤も吠えました。リリーフ陣が踏ん張ります。7回裏バファローズは吉田を攻め立てて、福田の当たりがレフトへのヒット、そして中川圭太、ここも粘ってしぶとくレフトへのヒット、本当によくつないで、ね、吉田正尚まで回しましたね。そしてピッチャー宮西に代わって吉田正尚との対戦、吉田に軍配が上がりました。ライトへのタイムリーツーベースヒットで大きな大きな追加点、3対1、東を後押しするタイムリーとなりました。その後を受けた阿部、8回の登板ヌニエスもサードライナー、古川をレフトフライに打ち取って、そのしっかりと東初勝利のバトンをつないでいきます。9回にマウンドに上がった本田ですが、ワンアウト満塁という大ピンチ、代打近藤、本田が踏ん張りました、見逃しの三振、さらに清宮も三振、2者連続三振に打ち取ってゲームセット。苦しみながらも本田犠牲攻め、そして嬉しい5年目、東プロ初勝利を挙げたという一戦でした。